サッカー J リーグ2部のファジアーノ岡山は昨夜ホーム3連勝を目指し水戸ホーリーホックと対戦しました。日曜日のホームゲームとしては初めてのナイターに臨んだファジアーノ。試合開始直後の前半4分にはチアゴが個人技を生かし相手ゴールキーパーからボールを奪いシュート。その後も圧倒的にボールをキープし試合を優位に運びます。しかし前半37分、マークがルーズになったところをドリブル突破され水戸に先制点を奪われてしまいます。1点差を後半からファジアーノは高い攻撃力を持つディフェンダーストヤノフを前線に投入。フォワードのチアゴとともに相手ゴールを脅かしますが惜しいところで得点できません。その頼みのストヤノフが後半24分にまさかの2枚目のイエローで退場となると、あとは防戦一方の試合となり、そのまま0対1でゲームセット。ファジアーノは今シーズン初めてホームでの敗戦を喫しました。今日は自分たちに負けたという感じだと思います。もうチーム全体の空気といいますかスピリットという部分で、私は次の週までにそっちの方をまず立て直さなければいけないなと重要視しているところです。ファジアーノは今週の25日、アウェーで東京ヴェルディと対戦します。一方、J リーグ入りを目指す JFL の蒲田マーレ讃岐はおととい V ファーレン長崎に1対0で勝ち首位に浮上しました。この後はうどん遍路です。